はいどうもこんにちは、フィギュア大好きといっかんです。今回は先日開催されましたワンフェス動画の7本目 APEX さんのブースを紹介していきたいと思います。APEX さんはね、中国の、もう完全にね中国のメーカーさんなんですが、結構魅力的なフィギュアをですねたくさん出していましたので、今回はその APEX さんだけで見ていきたいと思います。でまずこのアズレンのニュージャージー、これね予約されている方も多いのではないかと思われますが、すいませんちょっとね照明と僕の腕の問題であまり綺麗には撮影できてはいないんですが申し訳ないです。ただねこれと全く同じ格好をしたコスプレイヤーさんがこのブースにいまして、で撮影会をされていました。どうなんだろう、中国の方なんでしょうかね。もうね本当にこのフィギュアと瓜二つっていう超美人さんでした。ちなみにフィギュアの価格は税込みの 43,780円、現在予約受付中ですが、欲しい方は早めに予約をした方がいいと思います。予約先のリンクは下の説明欄に貼っておきますね。中国のフィギュアはね日本国内での流通が不安定なので、予約はしておいた方がいいですよ。でこちらも同じくアズレンのアマギちゃん、ロリっぽい感じです。アマギって日本のアマギですかね。でもフィギュアの方はあれこれアズレンなんだみたいな、なんかね日本で作るフィギュアとはちょっと違うような、特に表情ですかね。まあこれアズレンに関してはということではね、なんかそんな感じがしました。でこうやって上の方から見るとこの尻尾の造形とかすごいですね。でこれも同じくアズレンのプリンツループレヒト、これはまだ色のついていない原型での展示でしたが、これはプリンツオイゲンとは違うの？まあ、明らかにおっぱいの大きさが違う。いやーでもちょうどいいおっぱいの大きさだな、個人的には。片手に収まる大きさね、グッドです。ちょっと気になりますね、このフィギュア。で、こちらはポップでの展示でしたが、アズレンがね、バシバシ出るようで、イーシェン、さらにはティルピッツなどのフィギュア化が決まっているようです。で、変わりましてこちらがアークナイツです。C、浮世の風バージョン。なんかこのフィギュア綺麗ですね。大きな武器っぽいものを持っているんですが、それとのバランスもいいですし、こういうフィギュア好き。でスカートのデザインも面白いし、足も綺麗で、全体的に白をベースにしているところが美しい。でブルーがアクセントになっているのかな。肌面積は少ないんですが非常に綺麗でいいフィギュアですね、これは。でこれも現在予約受付中で、価格が税込みの 21,450 円です。でこれもアークナイツのアンジェリーナ、アーミア、そしてシャイニングの全光塩化バージョン、これはねすでに発売済みのもので、今ならお安く買えるようです。でもこうやって3人並べると壮観ですね。ちょっとシックな感じがしていいですよね。衣装もお揃いだし。でこれこの通り台座がねいびつな形をしているんですが、それがちゃんとつながるというね、面白いですね。そして今度はドルフロです。こちらもまだ原型での展示でしたが、 M4A1 少女の風船旅行重傷バージョン、タイトルはね可愛いんですけど、なんかね物騒なものを持っています。うさ耳カチューシャみたいなものもつけてるし、何なんでしょうかねこの子は。だが重傷バージョンということで、チラッチラッとこう見えてるところがいいですね。そしてこちらは崩壊サードのエリシア、こちらも原型での展示ですが、スケールは1/7、アルターだと崩壊サードはね1/8で出してましたが、1/7だとかなりの迫力がありそうですね。この崩壊サードってこういうでかいキャラが多いんでしょうか。まだ原型での状態ですけれども、これもなかなかに良さげ。これも色付きが楽しみですね。さらにはドゥランダル、これも色がまだついていないんですけれども、こうやって見るとアズレンもアークナイツもドルフロも崩壊サードも区別がつかないですよねただアズレンだとねこれもうちょっとね腰が太くなりそうまあでもね選択肢が多いというのは買い手にとってはいいことですよね。そして原神もあります。すいません読めませんこれなんて書いてあるの。神里彩香、原神っておパンツが禁止なんだっけ。なんかタイツ履いてる子が多いですよね。でもこれはスカートの中をね覗けば見れそうですけどね。でこれがショー、多分メンズですよね。まあでも綺麗ですね、イケメンです。原神ってまだまだ人気はあるんでしょうか。でグラブルもあります。本当にねいろいろと手をつけてますよね、エペックスさんは。でこれがビーラ、なんかねシックなお姉さん、赤いドレスがこれ完全にね床を引きずる長さなんですが、それを託し上げて誘っているような感じ。いやーこんなショートヘアの綺麗なお姉さんと一緒に飲みたいですね。でこちらがパニシンググレイレブン、
これも中国のゲームですかね、のルシア。もういかにも中国の服を着てますよって感じなんですけれども、でも可愛いと。まあでもあれですよね、中国のフィギュアって肌面積も少なめって感じですよね。なんか日本のフィギュアと比べると芸術性の方に重点を置いてるような。あの日本のフィギュアはね、エロを重点。そしてそんな中国で人気があるのがこの時咲くるみ。なんかね、中国での時咲くるみの人気ってすごいらしいんですよ。日本なんかよりもね、人気があるらしいです。なんでですかね、不思議。中国というか、あの欧米でも人気がありますよね。ただね、かといってデートアライブ自体があの流行っている感じでもないんですよね。あくまでも時咲くるみで、これも中国っぽい造形。なんかね、大きな貝殻の上に乗っかっているのかな。で、変わってこれは色のついたデコマスの展示だったんですが、ちょっとね、めちゃくちゃ綺麗だったのでバシバシ写真撮っちゃったんですけれども、これがね、中国のホビーグッズレビューチャンネルの看板娘のシャミちゃんらしいです。で、実際にこんなコスプレをしているらしいです。本当かよって思って YouTube で調べたらいらっしゃいました。あの普段はね、こんなハレンチな格好はしていないんですけれども、たまにフィギュアに合わせてコスプレをしているみたいです。いや、いいですね。僕もこの体感チャンネルでこんな美少女が紹介してくれたら、登録者もね、もしかしたら100万人超えてるかもですね。でもね、こんなおっさんだと10万人が関の山ですよ。でもこのフィギュア、あれですかね、本当にこの位置にほくろがあるんでしょうか。本人にも、まあね、実に気になりますね。すいません。でもこれね、あの空張りもあるんですよ。空張りというかね、メガネをかけています。色が黒っぽいのから白っぽくなって、でポージングは変わらないんですけれども、丸いメガネをかけています。もうやめてよ。僕はね、メガネフェチでありマスクフェチでもあるんですから。しかもほくろまであるでしょ。さらにこれよく見たら、このアズレンみたいに乳の間にネクタイ挟んでるじゃないですか。いや、マジかこれ、マジだこれ。で、5周年って書いてありますね。なので5周年記念のコスプレのフィギュアって感じでしょうか。僕のチャンネルももうね、6周年になるんですけど、何も出ませんよ。綺麗なお姉ちゃんに転生したいな。で、変わりまして、こちらが完膚少女。今度はね、逆に肌面積は少なくなりまして落ち着いた美少女。いやー、いいですね、可愛いです。ちなみに原画デザインはアンミさん。まあそう言われると納得の可愛さですよね。まあでも塗装も淡い感じで綺麗で、これも中国っぽさが出てますね。まあデコマスと照明の当たりが本当にいいので、かなりね、綺麗に見えるんですが、これを製品版でもね、しっかりと出してほしいですね。で、こちらはね、肌面積多め、かなり多め、水着かな。リリーだって、これも多分エシさんのオリジナルフィギュアって感じでしょうかね。まあ普通にボブカットの可愛い女の子っていう感じ。スタイルも標準的で、僕こういうの好きなんですけど、なんかシンプルでね、いい感じのフィギュアで、こちらがですね、元イラストみたいな。これを見るとね、全く違いますね、かなりエロ。そしてこちらがですね、東方プロジェクトのレミリア・スカーレット。これがね、なかなか素晴らしいんですが、実は今回僕がこのワンフェスで、ワンフェス全体で色のついたデコマスだと、このレミリアが一番気に入りました。かなりね、良かったです。まああくまでもね、僕の好みですけどね。原型制作はナオミさんという方で、中国の方なのかな、違っていたらごめんなさい。で、もともとこれガレキで、ガレージキットで、実際ワンフェス当日にもこの方いらっしゃいまして、あの他のフィギュアだとは思うんですが、ディーラーブースの方で卓を設けていたようです。ちなみに最初に紹介したアズレンのニュージャージーもこの方が制作に携わっているようです。いやー、でもこのフィギュア、パッと見だとね、あのレミレアだとは分かりにくいんですけれども、まあこれぞ二次創作のいいところ。可愛くて幻想的なレミレアに仕上がっています。めちゃくちゃ可愛くておしゃれで、7分の1スケールでこの細かい造形なので、この髪の毛のこの無造作っぽい髪型と淡い色ね、そしてクリッとした瞳。服も可愛いし、もうやだこれ、何ロリータファッションって感じで、下がなんだっけこれ、クリノリンだっけをあえて見せている感じね。いや、雰囲気も出してますね。で、これ何、このなんだろう、ナースなのかな、病院の ID カードみたいなものが、いや違う、これチューブがついてるから血です、血。レミリアは吸血鬼なので、まあドリンクみたいなものでしょうか。面白いっていうかね、これは買います、多分。東方はね、こういう感じのをね、バシバシ出してほしいな。はい、ということで、意外とねボリューム満点のエイペックスさんでした。やはりね、中国メーカーの中でも群を抜いてるような、そんな感じでしたよね。で、今後もね、日本でのシェアは拡大していきそうですね、楽しみです。
で、まだまだイベントは続きます。ではでは。